以上で発6日の便は、はい、はっきり言って不満足なシーズンでした。それはですね、昨年まあ2軍で預かってた子が大半上に行って活躍してくれてたのは非常に嬉しいんですが、今シーズンはですね、まあ昨年試合に出れなかった選手もしくは新人の子に頼るというシーズンになりまして、まあはっきり言って2年目ですが、私監督に就任して2年目なんですが、まあ実質上1年目みたいな感じで選手の実力をどのぐらいの能力を持っているかという手探り状態の1年間だったと思いまして、まあ思い切って育てられなかったかなというところが大変不満足な面かなと考えております。今年は全部手探りだったものですから、体力的にはまあまあ満足はいったと思うんですが、力的に技術的なところにまだまだ足らない課題が多かったということで、まあこのフェニックスリーグに来て、その技術面をいろいろ手探りでまた探っていって、そこを伸ばしていきたいなと思っております。今年は一軍の方は残念ながら CS にも参加できず、非常に渡辺監督も悔しい思いをされていると思います。我々も悔しいんですが、ファンの皆様も大変悔しかったと思います。ぜひ来年はファームの方から一人でも二人でもいい選手を送って、来年一軍が優勝できるように頑張っていきたいと思いますので、ファンの皆様もぜひ飽きずにこのまま応援していただきたいと思っています。よろしくお願いします。